で、あの、あれから外国へ行くんだね。で、この埠頭はタダです。ちょうど今5時だわ。じゃあ、あの駅の向かい側が、あの、ゲゲの鬼太郎コーナーです。行きます。こんな、カツオ。あ、ちょっとね、トイレ借りていこう。ね。すごい建物だよね。出入り口って書いてある。あれ、開放現金。1000円だ。1000円。たっか。ん？鬼太郎グッズ。あ、おー、鬼太郎せんべい。とかか。娘とか。あ、ねえ。こっちは？あ、もう閉店だ。5時で、あ、5時、5時で閉店だ。そう、こういうとこだね。そう。時間厳守なんだ。みんな写真撮る。熱っ。これは水木しげる先生だ。水木一郎とは関係ないのかな。マジンガー Z。 え、ほら鬼太郎いた。鬼太郎いたぞ。鬼太郎。はい。でね、これずっとね、遥か先までこれ電車が入るのね。四段越駅から出てるのかな。鬼太郎駅と言います、ここね。うん、ああ、鬼太郎モニュメント。うん、ね、妖怪肝、妖怪30周年。ああ、この、このね、水木一郎ロード。ね、そう、この通り、ここからね、ずっとね、そうなのよ。ね、長いのね、これが。すっごい長い。で、いい加減、なんか飽きちゃう。ほら、なんか、いやこんなと、こういう動物いそうだけどね。で、ここに、ほら、鬼太郎があそこでみんなに教えてる。親父、バカ者って。なんかさ、指でピンってやったら、負けちゃう、あの、か、ね、弱そうだけどね。ほら、鬼太郎がね、なんか、いろんな妖怪になんか言ってるよ。歌歌ってんのかな、これ。ね、悪魔くん、ね。おぉ。よく見たら街灯が目玉になってるよ。で、これね、遥か先までね、これが続くの。猫娘、はい、掃除してる。偉いね。これはなんだろう。あ、なんか変身してくるような感じ。出世棒みたいな。じゃあずっと歩いてってみよう。これね、めっちゃ長いんだよね。1キロどこじゃなかったな、確か。で、途中で書いちゃったような気がする、前。バイクだから、なんでしょうけど、バイクだから楽っぽいんですけど、歩きだったらもっと辛いな。ほら、もうね、あちこちほら、点在してでしょ、妖怪が。で、これ、ほら、妖怪の店。ね、一旦もめがコーラ飲んでるよ。ほら、電球が目玉の親父。おい、鬼太郎。ここも。これなんだろう。何これ。ネズミ男のなんか、関係っぽいですね。で、一切やってねえよ、今日。月曜日だけやって。不安だったのか。やってないしね、ぶっ壊れてるよね。いたずらされちゃうね。これなんかな、ちょっと手入れすれば使えそうだけどね。うん。妖怪ロード。
ああ、お酒売ってんね。猫娘。ずっと向こうだ。で、あのこういう広場がどこどこある。確かに確かにあるよ。ほら、だるま親父。妖怪じゃなくて人間でいそうだけどね。何気に顔でかいね。何気に顔でかいいんだよね、ヒカロとかね。ちょっともうここで控えそうね。ほら、見たことも聞いたことないのがね、ほら次々と出てくるんだよね。はい、これ控えそう。ん、ちょっとお土産見ておこう。9年なんだよ。阪神タイガースに似てるな。4000ぐらいですよ、ね、ちょっとお土産には辛いね。この辺は、うん、うん、どうだろう。あれ、三兄弟だったんだな。妖怪の広場みたいなもところどころあります。さあ移動しよう。あの次行こう。ね。